あいつこんなこと言ってました、うん、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。有吉さん、性に奔放なフリーターこと大島優子ちゃんがブログでこんなことをやっていました。ことじゃねえことじゃないですね。 AKB の第2章か。とにかく楽しみます。第2章って今から第2章なのか。俺は秋元才加が週刊誌ですっぱ抜かれた時からが第2章だと思ってんだけどな。そういえばあれから秋元才加どうなったの、元気にしてんの。握手会で可愛いって言えば喜ぶらしいから今から行ってやらせてもらうと思うんだけど、どうかな。下世話のみんなも行く。行くなら今すぐ作戦会議しようよ。有吉さんも参加の有無確認させてください。よろしくお願いします。有吉さん、井上真央が吉田沙保里と綱引きで勝負をして2回中2回とも勝ってこんなことを言ってやがりました。霊長類最強に勝っちゃいました。おい、そんな挑発したら吉田沙保里が本気で殺しに来るぞ。目から光線出しながら襲ってくるぞ。今から俺が井上真央ちゃんのために、俺とテレンスリー、大和田慎也、市川海老蔵で結成された喧嘩大敗野郎 A チームで君を守る。生きて帰ってきた時には俺に井上真央ちゃんの陰謀食わせてくれよな。そうそうたるメンツ。有吉さん、なぜ人気があるのか、誰に支持をされているのか、どの辺がかっこいいのか、何もかもが謎めいているナオト・インティライミさんですが、歌がいいんだろ。そりゃ歌がいいんだろ。知らないけど俺は。ブログがめっちゃうざいです、うん、広島 2days 終了、マジわやじゃけ、楽しかったんか、楽しかったじゃろう、じゃけ言うたじゃろうが、そして武道館の限定 T シャツがでけた、ぜひ夏のお供にパジャマに、いや勝負 T シャツにチェケは。客も歌詞も服装もダセーけど、ブログも相当やべえなこの野郎。33歳のカッペがポジティブなバイブス撒き散らしてはしゃいでんじゃねえぞバカが。インティライミだかインポライミだかチンコバイブだか知らねえけどよ、お前の本名中村直人じゃねえか。実家帰って変な工場でバイトしてろこの一般人。しかしですよ、ちゃんとあげとこう。有吉さん、昼下がりの人妻肉弾戦車こと安めぐみの野郎がブログを開始し、初めに書いた記事でこんなこと言ってやりました。安めぐみです、今日からブログを始めることになりました。皆さんに読んでほっこりして、あ、ごめんなさい、皆さんに読んでもらってほっこりしたり温かい気持ちになってもらえたらいいなと思います。これからお付き合いどうぞよろしくお願いします。どうも奥さん、毎日今履いてるパンティー何色ですかとコメントしているものです。私は毎日奥さんのエキゾチックブログを読み、文面から奥さんの愛液の鼓動を感じるだけでほっこりではなくもっこりして下半身がアズマックス状態です。今度できれば奥さんと一戦交えたいと考えております。一戦とは言わずテイク2もよろしくお願いします。あげときましょう。具合は良さそうだけどマグロっぽい女優1位でおなじみ柴崎コウさんが名探偵コナンのアフレコ会見でこんなことを言っていました。人に言えない秘密ですか、あるといえばあります。有吉さん、僕は女性経験が少ないので教えてほしいんですが、これって僕のことを好きだってことですよね。確かに有名女優が27歳で風俗にしか金を使わず貯金が8000しかないブサイク男を好きだなんて言えないもんな。そりゃ秘密にしますわな。アリエさん、僕は明日から無職になります。なぜなら明日から東京へ行き柴崎さんの所属事務所の前で待ち伏せをするためです。スターダストプロモーションの近くを通った際に油ぎっしゅな黒髪でダウンを着込んでいる広島の笹岡選手に似た男がいたら頑張れよとでも声をかけてください。サブカル系ゲスナーの星リリー・フランキー音帯が今週の笑っていいともテレフォンショッキングに出演し、
乳首の色までオーダーできるラブドールのリリカちゃん70万円を彼女と称しタモリさんに紹介し、正午のお茶の間を凍りつかせていました。顔、胸、乳首の色から締まりまで理想の彼女が70万か。有吉さん、僕今日からセックスしたつもり貯金始めます。70回ぐらい我慢しないと、有吉さん、我らが近藤宗さんこと夏目みくちゃんが4月から日本テレビ系情報番組真相報道バンキシャでキャスターを務めるそうです。嬉しい嬉しい嬉しい。怒り浸透以外でも夏目ちゃんが見られるなんてありがたいな。今 MC をやっている鈴江アナが産休に入るから、その後任として夏目ちゃんが抜擢されたらしい、あれ皆さんお気づきでしょうか。僕は気づいてしまいました、整理しましょう、鈴江アナが産休に入るということは、鈴江アナは今から数ヶ月前にコンドームをつけずに生でやった。その鈴江アナの後任にコンドーム事件で日テレをクビになって、その後コンドームの呪縛を乗り越え一皮むけた夏目ちゃんが抜擢された。まさか夏目ちゃんもコンドームがきっかけで日テレで番組を持つことになるとはね。俺としては生チン派の鈴江アナよりコンドーム派の健全な夏目ちゃんの方が好きだね。有吉さん、今度夏目ちゃんにケツ出しエッフェル塔が応援してたよとよろしくお伝えください。バカや。有吉さん、僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃん。バカやぞ。僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃんが自身のラジオ番組夏目みく東京ナビゲッチューにおいて、このクソ番組とほど遠いおしゃれで流れるようなオープニングトークを披露し、有吉さんにお誕生日プレゼントを渡したことを話していました。こんにちは、夏目みくです。今は天気いいですけど、この後雲行きが怪しいようですよ。そうそう、雲行きが怪しいといえば、私と有吉さん、今週実は有吉さんのお誕生日だったんですよね。どうせあげなくてもわーわー言われるでしょ。そしたらもうお金で解決しちゃえと思って、今年もあるものあげちゃいました。さて何を差し上げたのかはまた怒り浸透をご覧くださいね。以下、しらじらしく有吉のオールナイトニッポンゴールド番宣。け、クソが、クソまんじゅうが、夏目ちゃんからプレゼントもらってんじゃねえよ。ああ羨ましいな、羨ましいな。有吉さん、俺も美人で髪型がちょっとファンキーな女子アナからお誕生日コンドームもらいてえよ。一茶の書き垂れ総選挙第7位の女子と元 AKB の増田優香がブログに滑舌を良くするための手術を受けたという記事を書いていました。それに対して通りすがりの親父という名前のふざけた野郎がこんなコメントをしてやりました。この手術僕も受けたよ。舌癒着症の手術でしょ。もうこれ最高。気道が広がるので酸素の摂取量が多くなり、血中の酸素濃度が1割方アップするんだ。おかげで走っても息切れしないよ。おい、おっさん怖えよ。内容と苦笑があってねえよ。確かに増田さんはハゲで動けるおっさんが好きかもしれないけどな、血中の酸素濃度が1割アップしてちょっと走れるようになったぐらいでお前にはついていかねえよ。こんな小娘に媚び売るよりさ、嫁さん抱いてやれ。有吉さん、どこがビジュアル系なのかさっぱりわからなくなってきたグレーのテルさんがツイッターでこんなこと言ってやがりました。なことないです。昨日の夜職務質問されちゃった。タクシーで寝ちゃってそのまま交番で職質、かっこ笑い。てめえ何笑ってんだよ。全盛期のお前ならありえねえことだぞ。言いたかねえけど、ブックオフでグレーのアルバム105円だったぞ。あのシャムシェードさんと同じ値段だぞ。まあ今回はシャムシェードさん買ったけど、3分の1の純情な感情が全然伝わってこねえから、12分の1だけ聞いてハンマーで100分の1に粉砕してやったぜ。金返せシャムシェード。シャムシェードの悪口になった。有吉さん、あー金玉もみてーでおなじみ桐谷美玲さんがスターとして出演中の番組ニュースゼロのホームページにて政治についてこんなことを言ってやがりました。ゼロに携わり
少しずつ勉強していくうちに知らないことが一番いけないことだと気づきました。私たちの世代が積極的に社会に参加し、これからの日本を支えていかないといけません。先日決定したこのネット選挙の解禁によって、私たちの世代が社会に参加するきっかけになってほしいと思います。ああやだやだ、ちょっと新聞読んでキャスターやりだすとこんな偉そうな目線で政治語っちゃうのかよ。ニコニコしてカンペ読んでるだけの三流女優がどの面下げて若者の代表気取ってんだよバカ野郎。何がニュースゼロだよ。ゼロはお前の知識と演技力だわ。同世代でお前より政治詳しい人間なんて5万といるっつんだよ。いいか、政治を切ってもいいのはサラリーマン川柳とこの番組の替え歌のコーナーだけなんだよ。受け売りの言葉じゃ発言に深みがねえんだよクソ野郎。悔しかったらな、お前もサンドリーに投稿しろ。天使から争いをなくすために送り込まれた地球の宝こと本刈谷由衣香ちゃんが NHK のドラマそこをなんとかのインタビューでこんなことを言っていました。今は法律用語にすごく敏感になっていて、先日もマネージャーが1時半ですって言ってるのが示談ですに聞こえて、え誰の示談ですかってかっこ笑い。ゆいかちゃんは可愛いな、もうショートケーキの中にぶっ込んで食べちゃいたい。でもゆいかちゃんと俺の恋愛はまだ始まったばかりだから、それはまだ早いよね。分かってる分かってる。とりあえず現在の俺の彼女新垣ゆいちゃんと別れて綺麗になってから会いに行くね。ゆいかちゃんは今撮影で忙しいだろうから、ロイヤルゼリーとかたくさん買い込んでいくからパンティーと交換してね。ゆいかちゃんの綺麗な瞳に俺だけが映る日が必ず来るから、その日のことを想像しつつ今日も吉高由里子ちゃんでオナニーだ。じゃあおやすみ。いやこれ異次元なの。ケツとチンチンが臭そうな向井理さんが最上のプロポーズとかいう恋愛オムニバスドラマに出演するらしく、視聴者に向けこんなことを言ってやがりました。女性は理想のプロポーズのされ方を見つけたり、男性はこんなプロポーズの仕方があるのかと勉強になると思うので、ぜひ見てください。黙れとった坊や。芝犬面の大根役者からプロポーズの仕方なんてな教わりたかねえんだよ。こちとら彼女いない歴30年のパラサイトニートだぞ。お前の真似してな、すかしたプロポーズなんかかました日には大惨事だバカ野郎。僕は死にませんとか言いながら2トントラックの前に飛び出した武田先輩に謝れ。西野カナ以来の詩人こと塩田玲子の野郎がスカパーでこんなことを言ってやがりました。映画は遠征の移動時間によく見ます。ローマの休日ももちろん見ました。オードリー・ヘップバーンは女性の憧れですよね。おい潮吹玲子、お前そんな映画見てるからあんな恥ずかしいポエムをブログにアップできんだよ。あんなもん相手の男からしたら生き地獄じゃねえか。お前みたいな勘違い女は彼氏に振られて誰にも相手されなくなるだろうよ。でも一人だけそんな勘違いする女が好きなやつがいるぜ。そう、毎日陰毛の数を数える仕事をしているこの俺様だ。お前のそのスマッシュで手こきして俺を養ってくれよ。意味わかんねえ。ひどい。これはひどいぞ。有吉さん、歌と演技が下手くそな福山雅治さんがガリレオで共演中の吉高由里子ちゃんにセクハラまがいの行為をしているらしく、 CQ 雑誌朝日芸能にこんな記事が載っていました。福山は吉高に向かって、ヘビにピアス見たけどよかったよおっぱいが、とセクハラ攻撃。極めつけは、お前綺麗だな乳輪の色が、と言い放ち、吉高自身も大受け。実に面白くない。イケメンを武器にした上から目線の下ネタ、実に面白くない。つまんねえ下ネタで笑っちゃう美人女優、実に面白くない。ついでに吉高由里子の乳輪ピンクではない、実に面白い。面白いあげよう。ロンハーのドッキリで好感度を落とし、最近では有吉さんに媚びへつらって仕事のこぼれを授かろうとしている我が家つぼくらのカッパ野郎が2008年7月のブログでめちゃくちゃ面白い挨拶文を書いてやがりました。何？どうも梅雨明けのつぼくらです。シーン、あれおかしいぞ、笑い声が
遅れて聞こえないぞバカ野郎、お前は頭だけじゃなくて笑いのセンスまでハゲてやがんな心身ともにハゲ上がったつるっぱげが有吉一門に入ろうなんざ役に合えんだよ、元冬樹の生え際でも舐めてろこのミステリーさんむちゃくちゃ言う一茶こと坪倉の若ハゲがどういうこと一茶こと坪倉の若ハゲが昼なんですで3人の中で少し顔が整っているという大した理由はなく1人残っていました、うん、坪倉お前のその2人を切り落としてまで仕事を勝ち取るその精神は称賛に値する。でも何もしてないしな、面白いことが言えたかできたか視聴者はお昼から面白くないやりちんハゲなんて見たくねえんだよ。同じやりちんハゲの一茶様を見てみろ。お昼の時間帯なんかに見ることないし、ましてや夜も見ることがない。俺たち視聴者の気持ちを考えて、テレビに姿を表さないで言ってくれるんだぞ。そのおかげで俺たちは気持ちよくテレビを見れるというわけだ。だから坪倉、お前もっと、お前もとっととやめて、繁華街で女あさってろ。珍しい。イッサさん。いや、ちょっと、イッサさんの悪口じゃないですか、もう。有吉さん、離婚騒動の渦中にいる、益若つばさ&梅ちゃん夫妻が、それぞれのツイッターで意味深なことをつぶやいてやがりました。まあ、離婚しましたけどね。はい。はい。梅ちゃん、離婚しました。大人の事情なので察してください。真実はすべて墓場に持っていきます。益若。不倫なんて100億パーセントないです。ここで断言します。信じるか信じないかはあなた次第。採点の結果お知らせします、うん、ジャッジ恵比寿吉和116対94、ジャッジ西村健太110対80、ジャッジ有吉弘行120対2、以上3対0の判定をもちまして勝者バカコーナー梅ちゃん勝者の梅ちゃんには10年前のメンズノンノン3冊、敗者の松坂さんには株式会社ドクモ殺し代表取締役ブルー中野様よりトップローブ最上段からのギロチンドロップ贈呈されます。おめでとうございました。あげます。おちんちんクローバー Z のメンバーで顔面のくぼみは人生の落とし穴のセリフでおなじみ市川海老蔵さんが週刊誌の海老蔵に占い師がついているとの記事に対してブログでこんなことを言っていました。息子の名前も僕が決めました。占い師じゃないよ、雑誌ってほんと迷惑なんて言われてるうちが花だけどね。おじいちゃんになっても偉くなっても騒がれる男であるように努力します。お前あれだけのことやっといてまだ騒がす足りねえのか人間国宝っていうよりはホームラン級のバカだな。小林真央に言わせりゃ顔面へこませて血まみれで帰ってくる旦那の方が迷惑だわ。いっぺん有吉さんに君いくらもらってんのって額聞いて灰皿にうんこしながら土下座した方がいいんじゃないの、うん、ほら占い師に言ってもらえよ。出かけるのとしょうもないブログ更新するのをやめなさいってな、この下げ癖の悪いサンドバッグが。有吉さん、鼻ペチャでペチャパイのキャリーパンパムさんがサブカル雑誌クイックジャパンのインタビューでこんなことを言ってやがりました、うんうん、はい、私はアイドルが嫌いなわけじゃないんですけど、自分はどう考えてもアイドルじゃねえよって思う部分が多いんです。一過性のブームとかじゃなくて、うん、アーティストとしてやっていきたいんです。ああそうですか、うん、私もキャリーが嫌いなわけじゃないんですけど、うん、お前はどう考えてもアーティストじゃねえし、うん、一人じゃ何もできねえドグモ崩れが何調子ぶっこいて語ってやがんだこのシノラがって思う部分が多いんです、うん、どうしてもアーティストとして認められたいなら天才中田康隆先生の元から離れて、うん、盆栽で変態のイザムの劇団に入った方がいいと思うんですあそこで頭角を現すようならそれはもう本物のアーティストですから頑張ってください。有吉さん、 AKB のクソガキセンターこと松井ジュリナちゃんの野郎がどっちなんだよ松井ジュリナちゃんの野郎が、長嶋さん、松井さんの国民栄誉賞を受けこんなコメントしてやがりました。松井さんは同性ということで特にホームランを打った時なんかは私も負けてられないと勝手に意識していました。松井さんに近づけるよう私も前に進み続けます。こんばんは、ジュリナちゃん
このペースなら国民栄誉賞なんて余裕だよね。松井秀喜さんはバット握ってこの賞を受賞したけど、ジュリナちゃんだって数えきれないほどファンの手を握ってきたもんね。これからどんな松井が出てきても松井界のトップはもちろんジュリナちゃんだと思うし、出てくることもないと思うよ。だから一緒に国民栄誉賞受賞を目指そうね。とても言うと思ったか。おいこらタコこら、中学卒業したてのしょんべんくせえアイドルが松井秀喜さん意識すんじゃねえよ。口は災いのもとだって学校の先生に習わなかったのか。いいか、お前が国民栄誉賞取れるなんてはな、オタクの野郎が総理大臣になって国民の血税をこんなくだらないことに無駄遣いしても国民からバッシングが来ないと判断した場合だけだからな。でももしお前が国民栄誉賞を取ることになったら、長嶋さんはこう言うだろうな。どうでしょう。今週、一般の方ではありますが、僕の永遠の性の対象こと女子高生の人がAKB の握手券を1000枚購入し、柏木由紀ちゃんを50分ばかり独占したというニュースがあったそうです。まんじゅう有吉さん、いや高級まんじゅう有吉さん、この記事から最新の数学技術で計算したところ、有吉さんの5億円を使えば260時間、つまり10日余りアイドルを独占できることが判明しました。有吉さんの5億円と45歳無職の僕の暇な時間をもってすれば、このミッションインポッシブル楽勝です。気になるお相手のアイドルですが、 AKB 次世代エース松井ジュリナちゃん15歳なんてどうでしょうか。ジュリナちゃんは僕の3分の1しか生きてないのに、とてもしっかりした子で損はないと思います。ハリウスさん、来たる日に備え、今月も仕事を探さず僕は今から仮眠してきます。ご検討のほどよろしくお願いします。乗った、どっちダメです、どっちダメです。プリクラ系女子の浜崎あゆみおばさんが逆立ちしてヘッドバットでスイカをかち割っている下品な写真をツイッターにアップし、フォロワーから批判された途端こんなことを言ってやがりました。っていうかさ、よく見ればわかると思うんだけど、頭でスイカ割ってんの、割ってるあの女性あゆじゃないからね。あゆじゃねえのかよ。じゃあ誰だあのバカは。船か、岩中、ニジマスか。一体なぜ頭でスイカを割ろうと思ったのか、誰に命令されて割ったのか、詳しい話聞きてえから、そいつの個人情報教えろ。実行犯が一番悪いとは限らねえからな。あと必要以上にはみちちしてるライブ写真いっぱいアップしてくれてありがとうね。有吉さん、三浦春馬の種馬野郎が、講談社と資生堂が主催するホワイトデーに美白を送る男子代表としてイベントに登場し、ホワイトデーの思い出を聞かれ、こんなことを言っていました。初めては6歳の時ですね。好きな子と親同士が仲が良かったので、みんなでラーメン屋に行った時にドキドキしながら渡しました。はい、その甘酸っぱい思い出全部取って、えいあわざわり。おい、おがま野郎、お前有吉さんが18歳の時初体験をお好み焼き屋で圧倒的な動物と済ませたこと知ってんのか。共演者をサクサク食いまくる役者どもにいつか言ってやろうと思ってたけどよ、楽器の頃からキャーキャー言われてきた七夕野郎が歯の浮くような演技で女を泣かせることができてもな、一人っきりの年末をピザ屋に知られないように振る舞う演技でこの俺をガチで泣かせる真似は死んでもできやしねえからな。あんな生活を送ってる人間が地球兄弟のネタ一生懸命読んでるのかと思ったらあまりに不憫でよ、そんなリアル地球兄弟がキャバ嬢にアフタースポッカされながらも頑張ってるっつうのに、お前ら役者どもは好き勝手にいい女抱きまくりやがって、お前らなんかな、お前らなんかな、全員原田大二郎になっちまえ。原田さんも役者だよ。有吉さん、性的魅力ゼロの安田圭ちゃんがかけがえのない大親友矢口真理の不倫騒動が持ち上がった2日後にブログでこんなことを言ってやがりました。毎日楽しくやってるんだけど困ったことがありまして、iPhone の調子が悪くて電話帳のデータが全部なくなっちゃったによ。嘘つけ、
矢口からの SOS をシャットアウトするためのアリバイ工作だろうが、やり方と顔が汚ねえぞ。そのカエル面でニョーとか言われても困るんだよ。キモいぶりっ子でブログ読者を戦慄させてる暇があるならな、さっさと矢口にメール返してやれ。今回の不倫騒動最高に面白かったよってな。有吉さん、やりまんと3文字かぶっている矢口真理の典型的ディッチがもういちゃもんだよ。安田圭の結婚についてブログでこんなこと語ってやがりました。本当に本当に心からおめでとう。私の結婚式でブーケを受け取ってくれて、この結婚自分のことのように嬉しいです。圭ちゃん、やっと婚約発表しましたね。この日を待っておりました。出た出た出た、お得意の自分のおかげですアピールで好感度上げようってか。ただな、今回はそううまくいかないぞ。なぜならあの結婚式でお前が投げたブーケを最初に受け取ったのは安田圭ではなくクリス松村だ。そしてクリスが安田にそのブーケを手渡したから結婚しただけであって、お前の手柄ではなくクリスの手柄なんだよ。はあ、この事実は世間に知られてない？我々を舐めてもらっちゃ困るな。この事実はな、2012年の6月にこのゲスラジオで大々的に放送されてるんだ。反省したらヒルナンデスの放送中にズル向け風俗まんじゅう有吉を刺激して昼向け低俗番組しこるんですよ放送ありがたいですけど。以前ワンピースは一番好きな漫画です。愛する度合いで言ったら女性タレントで2本の指に入りますね、とかほざいてやがった女版高田純次こと矢口真理の知ったか野郎が、この前のスマスマのワンピースを決定戦に出た時に回答ボタンすら一度も押すことなくブログで山が外れたと言い訳してやがりました。こら矢口、嘘つきはドボロボーの始まりって言うけどよ、それならてめえはルパン三世以上の大泥棒だな。おい、本物のワンピースファンの大島前、矢口はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの仕事です。AKB やめてパッとしないお前から仕事を奪いやがった矢口真理の下をエンマ様に代わって引っこ抜いてこい。そして俺の嫁になる。今度はお前が俺の童貞を奪うんだ。有吉さん、実写版エヴァンゲリオンこと富永愛の矢野がファッションショーで主演ドラマの役のことでこんなことを言ってやがりました。恋愛に関してちょっとつ盲信なところが私と似てます。そうだよな、ちょっとつ盲信して塩屋に手のひらで遊ばれてたもんな。というか男遊びしていたエヴァンゲリオンのドラマなんて誰が見るんだよ。第一、このドラマのタイトルもなんだ、女ルール、幸せになるための50の掟。50って多すぎるだろ。幸せになるための最初の掟、浮気されないという最初の掟で、お前掟守れてねえじゃねえか。もう暴走して翔也襲って翔也の金玉でも食いまくって好きに叫んで。あげるよ。山田優の影武者こと白田優の野郎が先週放送逃走中で、逃走者は残り時間ゼロになっても最後の一人になるまで逃げ続けなければならないというルールが追加された際にこんなことを言っていました。これラブ&ピース精神で言うと自主ですよね。最後の一人になるまで逃げ続けなきゃいけないなら俺はそんな争いはしたくないと言い、その後自主を成功させ、俺男らしくないですけど仲間と争いたくないもんとほざいていました。あ、出た出た、市原隼人、中尾明義に続いてまたルーキーズから友情バカが湧いて出てきやがったな。いいか、そういう偽善活動していいのは腹黒クイーンベッキー先生だけなんだよ。よーく覚えとけよ。てかお前まず鍋プロじゃねえか。だったらおとなしく捕まって牢獄内で山田優のモノマネでもしてろ。いろんな人からバカにされろ。それが嫌ならな、一緒にゲームに参加した二代目近藤宗さん、鈴木奈々先輩とトイレでちょめってろ。言ってえな。セカンドシングル決めま決めるが大ヒットのブヒーバキバキこと小向井美奈子のケミカルデブが
もう言いますよ。小向井美奈子さんのことを言ってますよ。はい、もう一回言いますね、はいはいはい。セカンドシングル、はい、決めま決めるが大ヒットのブヒーバキバキこと小向井美奈子のケミカルデブが対談で吉田豪さんに、小向井さんと共演した人から聞いたんですけど、当時16歳の小向井さんが昨日マネージャーとやっちゃったと言ってたらしいんですけど本当ですかと聞かれ、こんなこと言ってました。やってはないと思う、多分ね。でもお風呂には一緒に入ってた、うん、あ、そのマネージャーと付き合ってたわおい、結局やってんじゃねえかバカ野郎これだからグラビアアイドル信用なんねえよ。もうやだやだ、汚らわしい。有吉さん、安田さん、俺にグラビアアイドルの事務所紹介してくださいできれば花見きえちゃんのマネージャーになりたいです。月3万でもバリバリ働きますなんなら交通費だけいただければ結構です。何卒よろしくお願いします。いや、このコーナーさもうゴキブリ系男子のコーナーに変わってきちゃってるね虹色ブロッコリーこと下田景子がツイッターで恋愛感を語ってやがりましたいいね。会っている時は幸せの絶頂に思える、でも離れている時の切なさが恋の醍醐味ではないだろうか。安心、不安、懐疑、安堵、心配などさまざまな想念が渦を巻いて休まることがない。それが次に会う時の情熱の源泉になる。切なさがなくなったら恋もそろそろ峠を越える。怖いツイッターで今日感じたの初めてだよ。罵倒すると呪い殺されそうなのでもう終わりにします。すいませんえー、有吉さん、ありがとう。いい薬です。で、おなじみの酒井のり子さんが、角田信明さんと共に、ダイハードラストデーのイベントに登場し、終始ハイテンションではしゃぎ倒してやがりました。久々のイベントで嬉しくてしょうがないんです。私、筋肉質な男性が好きだから、角田さんは理想のタイプ。この映画カップルで見たら盛り上がること間違いなしですよね。あれ？様子がおかしいな。お前まさか、朝のワイドショーでクラゲのモノマネ披露した伝説のサイバーノリピーさんじゃねえだろうなおい角田師範、お前もニヤニヤしてねえでちゃんと注意しろよ。バッキバキに勝てるのはムッキムキだけなんだからな。パンツに手突っ込んでレフリーチェックしろえぐりますね。あれ様子がおかしいなじゃないんだよあげるよ有吉さん、ダメ絶対のキャッチコピーでおなじみ酒井のり子さんが最近とあるお寺に通い詰めているらしく、女性自身の取材でこんなことを言ってやがりました。お寺で漢方を教えてもらってるんです。漢方って勉強していくと奥が深いものなんですね。そこで漢方薬を処方していただいてるんですよ。おかげでだいぶ体調も良くなりました匂うなこれは匂うぞ酒井さん、失礼ですがカバンの中見せてもらってよろしいですかダメ、あ、今忙しい、うん、そうですか。じゃあ一つ質問をさせてください、うん、その漢方薬って全身がバッキバキになる白っぽい漢方薬じゃないですよね。え、違う、普通の茶色い漢方薬だ、うんうん、あ、なるほど。では質問変えましょう。あなたが通っているそのお寺、小田武道住職のお寺じゃないですよねあ、そう、それも違う。あ、私はトランス状態で木魚をぶったたいたりはしてないなるほど、わかりました。それでは、法廷で会いましょう。ごきげんよう田原俊彦のビンビン野郎が自身のブログで読者から寄せられたこんなコメントを紹介してやがりました。私は45歳になる、じゃないのか、これは年じゃないんです私は45歳になるドイツフランクフルト在住の日本人女性です。 YouTube でいろいろ検索していたところ、抱きしめてトゥナイト、ごめんよ涙の映像に釘付けになりました。これだけのダンス力、歌唱力がある日本人がおられるとは驚きました。フロム匿名希望、有吉さん、
これはゲスナーの仕業ではないでしょうか。まずトシちゃんの存在も知らねえ45歳のババアがドイツ組んだりで何してやがんだって話ですし、歌唱力の下りは皮肉以外の何者でもありません。フランクフルトという地名も軽い下ネタだと思います。純粋なトシちゃんをもてあそぶ卑劣なゲスラーにぜひともパンをあげてください。怪しいですね。怪しい。有吉さん、俺の海老原ゆりさんが自身のおしゃれブログにこんな無邪気のこと書いていらっしゃいました。角森式美顔矯正に行ってきたよ。以前から気になっていた小顔矯正、じわじわ骨を、じわじわ骨を動かしていくんだって。しっかり通わなくては。全国の顔デカブスの皆さん、エビちゃんに代わって謝罪させていただきます。悪気はなかったとはいえ軽率な発言でした。超小顔の私でさえエステ通ってんだからさ、おめえらみたいなアドバルーンフェイスは毎日通えやという意味に受け取られても仕方がありません。これからは顔が大きくて心が狭いブスたちのことを第一に考え、慎重に言葉を選んでいきます。ブスは小顔になってもブスですが、本当に申し訳ありませんでした。ありえるよ。アリオさん、元 AKB の大島麻衣の野郎がトークショーでこんなこと言ってましたよ。 AKB の6作連続ミリオン達成に対して、すごいですよね、苦労してる部分を見てるので頑張れって思う、愚痴はいつでも聞くよ。おい大島麻衣、隠しても無駄だぞ、うん、1億円の宝くじを自らドブに捨てちまったんだもんな。惜しいよな、憎いよな。おい秋元康に復讐したいだろ。なら500万用意しろ。いつもの新宿のバーで待ってる。じゃあな。愚の骨頂こと坂上忍のクズ野郎がさんま御殿で異性に送るメールについていろいろとほざいてました。僕は絵文字は一切使わないです。ただね、句読点にはうるさいです。句読点のないメールは腹が立つんで、そのメールに句読点を入れて送り返すんですよ。おい坂上、お前みたいな潔癖症なのに己の顔がこの世で一番不潔極まりないやつがな、わざわざ相手してくれる女の子に注文出すな。お前はとっととそのだらしのない人生にピリオド打って更生して社会に出てこい。有吉さん、上も下もクセッケこと小島春菜ちゃん、これもダメだよ本当に。自身のツイッターでこんなことつぶやいてましたよ、はい、聞かないと見てるよ。おい唇お化け。お前、有吉さんに気に入られようと必死だな。有吉さんが出演してる回のアメトークが放映されてる時間にアメトーク見てるよとかつぶやいてたし、いつも見てないのにあざとすぎるんだよ小娘が。有吉さんはな、ゲロを吐く女性の姿にしか魅力を感じられなくなってる悲しき男なんだよ。お前も有吉さんに気になりたかったらな、 AKB のレッスン頑張りすぎてゲロを吐け。そしてその様子をドキュメンタリーかなんかで放映してもらえ。陰謀娘が。 PS、 ゲロはクール宅急便で僕の住所まで送ってください。